皆さんこんにちは、谷正樹です。今回はですね、綺麗で理想的なアドレスの取り方について、説明していきたいと思います。で、まあゴルフをやられていて、こうだんだんこう練習場とかでボールを打っていくうちに、こう自分のね、構えやすい構えがアドレスになってしまう。例えばこう打っていくうちに、こう構えがこう低くなったりだとか、ちょっと重心が右に乗ったりだとか、なんかこう打っていくうちにだん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 居心地のいい場所が自分なりにこうアレンジをかけていってしまって、その居心地のいいところがアドレスになっている人っていうのが非常に多いと思います。で、この居心地のいいアドレスというのは、なんて言うんでしょう、自分が例えばボールがこう右に曲がっているから、その右に曲がっているボールを右に曲げないように、どん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 左を向いていって、そこが居心地のいい位置になってしまったりとか、このパターンの場合だと、どん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 こう付け足していくような感じになっちゃうんですよね。今回はダフってるからちょっと上げてみようとか、なんか結局そういうこうプラスさせていく動作というのは、やっていくうちにそのうちやっぱ限界っていうのをすごい感じるし、アドレスした時の形がもう自分では普通に構えているつもりで思ってるかもしれないけれども、意外とまあ動画とか撮るとびっくりするぐらいプロとかと違うアドレスをしてしまってるんではないかなというふうに思うわけですね。で、そういう方に、特に見ていただきたいなというふうに思います。で、まずはどうしたらいいかというと、一番素直で一番シンプルで一番アドレスとしてこう見た時に居心地のいい綺麗なアドレスっていうのを取ってもらいたいなと。で、その綺麗なアドレスの取り方のコツとしては、もう至って単純で、全ての重心をセンターに持ってくるってことですね。真ん中に持ってくる、これが一番、アドレスとしては綺麗な、構えになると思います。で、例えば、正面から見た時の左右の重心ですよね。右にこう乗せすぎたりだとか、左に乗せすぎてしまうと、その時は打ちやすいかもしれないけれども、実際はこの構えに対しての何かまたさらにアレンジを加えないと球には当たらないものですから、やはり左右の重心というのは真ん中に行くようにしていく。左右 50%50% で構えてあげる。で、その時に、クラブの位置ですよね、傾きといって、まあ、言いましょうか、あんまりクラブがハンドファーストすぎても良くないですし、かといって構えた時にちょっとハンドバック的な感じで少し後ろが、いわゆる右足寄りにグリップの位置があるのも良くないです。まあ、これもですね、正直許容範囲は多少あるんですけれども、クラブが7番アイアンの場合ですと、直角の状態、傾きをなくして直角の状態ですよね、のイメージで構えて、それに対してこの状態から、左腕が今度はシャフトとまっすぐになる状態、このエリアが許容範囲という感じです。直角の状態から左腕がまっすぐの、シャフトとまっすぐの状態まで、このポジションまでぐらいが許容範囲なんですね。で、これを先ほども言ったようにハンドバーストになりすぎたり、ハンドバックになりすぎてしまうと、どうしてもインパクトの時にそれを合わせなきゃいけない作業が出てきてしまうので、この許容範囲はできるだけ守った方がいいかなと。で、じゃあ自分はどっち寄りなのってなってきた時に、左、ハンドファースト気味で構えている状態っていうのは、基本的にはちょっとこう打ち込みたいとか、少し球を低めに打ちたいとか、少しライン出しの感じで打ちたいとかいう方はハンドファースト気味の方がおすすめです。で、逆に球をちょっと上げたいとか、なんだろうな、こうスムーズなスイングでパーンとこう打っていきたいとかっていうんだったら、
ボールの手の位置的にはあんまりハンドファーストになりすぎない方がどちらかというとちょっと綺麗に振ってこれるかなというのもあります。これはもうスイングのこうタイプによってちょっと変わってくるんですけれども、ご自身の合うポジションをこのエリア内の中で手の位置は探していただきたいなということ。そして正面から見た時は左右の体重の配分は必ず 50%50% でまずは構えていただくと。それから、スタンスの幅なんていうのは、これも正直許容範囲があります。拳で言うとですね、だいたい3つぐらいの幅で、7番アイアンは構えるのもよし。もしくは肩幅よりもちょっと内側、この内側ですね、が肩幅よりもちょっと狭くなるような感じのイメージでもいいです。で、あんまりこう広げすぎちゃうと、今度ドライバー行ってた時に、ドライバーの時にどんどん広がっていくことになっちゃいますから、そのドライバーとショートアイアンのフルスイングのちょうど間ぐらいを探っていくようなイメージっていうのが一番いいかなと。で、この幅に関しては正直飛距離を飛ばしたければ飛ばしたいほど広げていった方が僕はいいと思います。で、距離が短くなれば短くなるほどスタンスの幅は狭くなっていくということになるわけですね。で、7番の場合ですと、先ほども言ったように拳、3つ分ぐらいをだいたい目安としてスタンスの幅を作っていくと。そして、今度つま先の、向きですけれども、このつま先に関しては、左足が、時計の針でいうとつま先を、10時ぐらいとか11時ぐらいの間、これも許容範囲があります。この中で、つま先をちょっと開くようなイメージ。そして右足は、時計の針でいうと12時のポジションから、ちょっと開くぐらいの感じでもいいのかなと。あんまり締めすぎてもよくないかなと。で、これ例えば左足もあんまりこうやって詰めすぎちゃうと、結構腰を回転させていくときに結構ブレーキがかかっちゃうんで、意外と膝とか腰とかあと足首とかを痛めちゃう可能性もありますので、つま先というのはちょっと広げといた方が、腰も回転しやすいですし、怪我にもつながらないかなというふうに思いますので、ちょっとつま先、左のつま先の方が開いていただくと。そして、左右の、体重の配分を 50%50% にして、構えていただくとバランスのいい構えになるかなというふうに思います。とにかく左右は 50%50%、 手の位置は真ん中よりもちょっと左側、つま先を少し広げましょうというような、大きく言ったらその3つのポイントがちゃんとしていれば、正面側からは、綺麗なアドレスが取れるのかなというふうに思いますので、まず、正面側はそれを注意していただくと。で、そして、後方から見た時、これも意外と重要です。後方から見た時は、まず、ボールはもちろん下にあるわけですよね。で、クラブは直立したらこう届かないわけです。ですので、この前傾の姿勢をどこで取るかといった時に、多くのアマチュアの方はこう背中でこう取っていってしまったりだとか、あとは背筋はしっかり伸びてるけどすごいこう膝をこう曲げて高さを合わせてしまったりだとか、結構ねこの辺のバランスも意外と難しいんですけど、感覚的には、まず膝というのは自分の感覚の中でほとんど曲げない感じ、もう結構まっすぐの、ピーンと張りすぎてもダメですけど、ほとんどまっすぐの感じ。曲げようと思うと結構腰が落ちてっちゃうんで、感覚的にはあんまり曲げないようなイメージで、背骨が、こう丸くならないようにまっすぐの状態で、どちらかというとちょっとこうお辞儀するような感じですよね、のイメージで、お尻を少し後ろに突き出す感覚と頭が少し沈む感覚、この、お尻と頭がバランスよく、キープしながら前傾を保ってくると、前傾を作れるといいかなというところですね。で、手の位置が、7番アイアンの場合ですと基本的には、よく言いますけれどグリップ1個半ぐらいの感じとかよく言いますが、近づきすぎるよりはちょっと離してる方が懐が広くなるんで、いいかなというふうに思います。
当然、まあ、近い方が構いやすいとかってあるかもしれませんけれど、ダウンスイングの時に、手の位置がこうやっぱ下げる動作っていうのがやっぱ必要になってくるので、あんまり近いと結構下げるのが難しくなっちゃうんですね。で極端に言うとちょっと上げといた方が、空間を作っといた方が下げやすくなってきますので、どちらかというとちょっと離した感じと、ちょっとクラブが、ハンドダウンよりはハンドアップにしといた方がより、シンプルな、綺麗なスイングに、なりやすいです。で、私はだからちょっとクラブをもう少しこう感覚的にはちょっと立てるような感じのイメージを、まあ、持ってます。でその時に、今度前後の、重心ですね。前後の重心も、まあ、前より後ろより、いわゆるつま先かかかとなのかっていうところなんですが、これは、結構こう立った時につま先寄りでこう立つ人とかかと寄りで立つ人、結構まあ割れます。正直分かれます。でこれは、ご自身がちょっとつま先寄りで重心持っているタイプだなと思ったら、つま先寄りで処理しても構いませんですし、ちょっとかかと気味の方が重心取りやすいなっていう場合は、ちょっと近づいて少し、かかと気味で重心を持っていっても構いません。これはもう本当スイング軸、スイング回転させていくとき、移動させていくときに、つま先とかかとどっちがやりやすいかっていうところを中心に、まあ、考えていった方がいいのかなと。で、まあ、どっちか分かんないって方はもう本当に真ん中、いわゆる母子球のちょうど本当この母子球のちょっとこの、土踏まず寄りですよね。ほとんど母子球ぐらいかなぐらいのところで、両足とも重心を感じるといいかなと。でだからといって母子球だからといってこう内側にねグッとこう内股にして力を入れるわけではなくて、もう自然です。あんまりガニ股にする必要もないし、本当に自然な感じで、膝もまあ、まっすぐというかちょっと曲げる感覚あったとしたら、外側とか内側とかじゃなくて自然に、してる感じが一番いいかなというふうに思います。で、今度は、高さですね。上下の重心っていうのも、下にこうやって下半身でしっかり地面をこう噛み締めようみたいな感じにしてると、どんどん下がこう硬くなっていって力のすごい入った構えになっちゃうんで、基本的には重心は、真ん中ですね。もう本当におへそのちょうど下、まあ、よく丹田ってよく言われる場所がありますけれど、本当におへそのあたりに重心があるイメージが一番いいと思います。上下の下しすぎても良くなくて、上すぎてぐっと力が入っても良くないです。お腹に少しこう力を入れるわけじゃないんですけど、お腹に意識ですよね。こう感覚がなかったら少しこうお腹をこう叩いていただいて、あ、この辺に意識持ってこようと思うと、ちょっと感覚がね、研ぎ澄まされやすくなりますから、ちょっとこの意識を持っていただくと。で上下のイメージはここ、そして先ほど言ったように左右も真ん中なんでここ、まあ、結局はこのおへそ周りのところで重心を感じれてると、左右にも動かしやすくなるし、上下も前後も全ての方向に対してバランスを取りやすくなってくるということなので、真ん中お腹の、ところに意識をしていただくっていうのがすごく重要なのかなというふうに思います。まあ、そこら辺をね、踏まえて、まずアドレスをとにかく自分のね姿をまず見ないと、分かんないと思いますんで、鏡をねこう置いていただいて、できれば大きいね姿見みたいなのを置いていただいて、その鏡に向かって頭の位置とか考えながら、重心が右じゃないな左じゃないなと思いながら、まっすぐ立った状態でスッと構えられるようなイメージする。だから後方からもアドレスしてみて、あ、丸くなってないなとかいうのを確認しながら、後方の鏡を見ながらアドレスをしていただくと非常にいいかなと。で最後に、ちょっとややこしいのがゴルフっていうのは、グリップが、まあ、左と右手の位置が違うわけですよね。こう両方でこう一緒に構えられればね、こう非常にこうバランスよくこう均等に構えられるもんなんですけれども、どうしても左手よりも右手の方がこう下に行きますんで、後ろ側から見た時にこうちょっとねこう右がこう出やすくなっちゃうんですよね。でそれを出やすくさせないように、ちょっとこう右肘をね少し内側にちょっと入れとくと、伸ばしていくよりは少し曲げとく感じで、この左手はまっすぐですけど、右手がちょっとこう曲がっていくことによって、バックスイングの指導の時の、
腕の感じがすごいスムーズに上げやすくなってきます。それがこう突っ張って構えてるとすごい詰まっちゃう感じになりますんで、少し曲げとくと非常にこう滑らかに回しやすくなってきますので、この辺も少しコツかなと。ただ右肘って異常に油断すると曲がりすぎてしまう。これ曲がりすぎるとトップオブスイングの時にもうえらいゆるゆるのトップになっちゃいますんで、この右肘というのはちょっと曲げてる感じで構えてるけれども、この曲げてる感じをずっと変えないようにしとくと、こうスイングのアークが長くなっていって非常にバランスの取れたスイングになりやすいです。これ本当に右肘って勝手に曲がるもんなんで、意外とそのね、初めにちょっと曲げたのをキープしとくと、非常にダウンスイングもうまく落ちやすくなってきますので、アドレス今回はね、こう綺麗にね構えていただくことによって、綺麗なスイングを作ってくれると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。皆さんこんにちは、谷正樹です。今回は綺麗で理想的なバックスイングの上げ方ですね、これについて説明していきたいと思います。で、前回ですね、綺麗なね、で理想的なアドレスの取り方っていうのをやったと思うんですけれども、そこから今度バックスイングどうしていくかと言いますと、前回にちょっとまあね、右肘を少しこう曲げとくと、非常に、滑らかにバックスイングが上がりやすいですよっていうのを説明したと思います。で、そこからのちょっと続きでいきたいんですが、右肘をね、まあ伸ばすと前回も言いましたようにちょっとこうかぶるような感じになってしまうんで、少しこう曲げると肩がまっすぐの状態を保ちやすくなるわけですね。で、そして、若干左肘よりも少し右肘がちょっと曲がったような感じの状態を、できるだけ右肘が変わらないように、右肘の角度が変わらないように上げていく。で、全く変えないようにしても、これ絶対って言っていうほど曲がります。できるだけ伸ばす感覚にしようとしても、これ勝手に曲がるんで、もう伸ばす感じでもう十分です。だからといってガーッと伸ばしてもうビンビンに張った状態、これはちょっと違います。少しアドレスで多少こう曲げることができたら、それをキープして、る腕の感覚、これが理想的な上げ方のまず第一ステップですね。で、次に、じゃあこの右肘をこう曲げないとバックスイング上げづらいよ、まあ、当然ね、いつもの癖とか、いつもやってた癖と違うんで上げづらくはなるわけですけれども、実際問題、この右肘を曲げてこうやって上げてた人はクラブがなかなか上がらなくなります。基本的に上がるポイントっていうのはもう2ポイントと思っておいてください。まず一つは、右肘を曲げた状態でどこで上げていくかっていうと、感覚的には上体のこのひねりのイメージになります。上体をねじっていった時に、勝手にクラブがひねっていったことによって胸の前にある手が一緒に回っていくというだけですね。で、回ったことによって腕が上がっているということになっているわけですね。で、感じ的には意外とこうイメージつきやすいのが、こう背中ですよね。背中側をターゲット方向に向けてあげるようなイメージ。これ背中がもうこう回らない状態で上げても、これよっぽど腕力がないと球は基本的に飛びません。必ず今コンパクトなトップとか意外と流行ってますけど、コンパクトなトップでも基本的には背中というのはよくターゲットを向いているような感じになっている。で、それでいて腕の位置は胸の前にあるので、意外とコンパクトに収まってくるということなわけですね。右肘を変えないようにして背中をターゲットに向けてくるような感じ。この時に一応背中をターゲット向けるけど、頭が右に行き過ぎたりとか、当然左に乗り過ぎたりとかしないように、これも正面の鏡などを見ながら頭の位置がずれないように、あ、背中をターゲットに向けてこう、右肘変えるのやめようっていうふうにすると、比較的綺麗なトップを作りやすくなるかなっていうのが一つ。それからもう一つは、まあ、球を遠くに飛ばすもう一つの重要な動作であるこのコックですね。こう手首をどう使うか、上げていった時に右肘は
変えないようにしますけれども、背中をターゲットに向けていきます。その時に手首も一緒に少しずつこう使ってくるようなイメージで、感覚的には左腕が地面に対して水平なポジションになった時には約左腕とシャフトの角度が90度ぐらいを作れているとベストかなと。でもうこの手首の動いた量と、あと背中がターゲットを向くだけで、もう右肘使わずに上げても結構いい位置に上がるんですね。これ振って、動画撮りながら振っていただくとよくわかると思います。もうこれだけで本当十分。それ以上先は自分の気持ちいいことをしてるだけ。こっから先にふわっと上がるのはもう自分の間を取ってるだけなんで、まあもちろんその間がね、ダウンスイングの時にこういい動きにこうつながるとかっていうんでしたら、もちろんそれはまあ悪くはないと思います。ですが、やはりこうトップでいい位置からふわっと緩めてきて、ここからギュッとこうやって戻してくるのはなかなかね、至難の技なんで、やはりこうダウンスイングへ、綺麗なダウンスイングをしやすいトップにしてあげるのがトップオブスイングの役目だと思うんですね。次の動作をしやすくさせるための上げ方、これが僕は重要なバックスイングなんじゃないかなというふうに思いますね。で、動きとしては背中がターゲット、それからコックを少し使ってくる。で、そのじゃあコックってどう使うのってことなんですけれども、手元の位置、こう視点が変わらないで、基本的にはクラブフェースを変えないように、クラブフェースの向きですよね、向きがボールをこうずっと刺しているようなイメージの手首の使い方が理想です。これが例えば上げていくときに視点がずれちゃう、そうするともう空間が変わっちゃうんで、ボールとの距離が変わってしまいますよね。ですので視点が変わらないように、浮いたりとか低すぎたりしないように、変わらないようにしてクラブフェースの向きを変えない。そうすると基本的には理想的なコックの使い方になるわけです。これは初めにコックを使うのか途中で使うのかって、これぶっちゃけた話どっちでもいいです。初めにちょっと少しコッキングからこうやってやって、その絵の方がコックが使いやすい、自分の目でこう見えてる視界の範囲内でコックを使った方がやりやすいっていうんだったら、初めにちょっとコックを使ってからさっき言った背中のグッとひねるだけのイメージで結構ですし、もしくは背中のイメージを先に大きい筋肉をグーッと使ってから少しずつコックを使っていって、左腕が水平なポジションになるまでに90度の角度を作ってくれば、基本的にはタイミングは合ってくるはずです。これは初めに使うのか、まあ、レートコック気味なのかアーリーコック気味なのかっていう、まあ、世界なんですけれども、これは要はダウンがちゃんとしていれば上げやすい方を選んでもいいのかなっていうふうに僕は思います。お客様でもね、アマチュアの方も、もちろんプロも含めてなんですが、基本的にはアマチュアの方で上がっていくときに、どうしてもねコックが少ない人はとか、やり方がちょっと途中からね視界から消えると、もうクラブヘッドが視界から消えると何やってるか分かんないっていう方は、もう見える範囲内で難しいことやっちゃいましょうと。でそこから体の大きい筋肉だけをひねればもうそれでいいですよっていうレッスンしていくと、意外と綺麗なトップオブスイングになっていくパターンが多いです。上げ方、まずは使うポイントは、背中をターゲットに向けるっていうこと、まあ、もしくは胸がターゲットと逆の方向を向くっていうことと、あとはコックの使い方、フェース面が開いたりとか閉じすぎたりとかしないように、変わらないようにコックを使ってくると非常に理想的なフェースの向き、ちょうどそちら側から見たらフェースがちょっと見えるぐらいの感じですよね。もちろん見えすぎてもダメです。かといって見えなさすぎてもアマチュアの方はこの後の処理が結構大変になっちゃうんで、極力フェースのこう開閉は少なくして上げていった方が綺麗なトップになり、そして次のダウンスイングにつながっていくかなと思いますので、ぜひねこの辺を参考にしていただきたいなと思ったんですけど、ごめんなさい、あとあれがありましたね、重心ですね。これは重心もバックスイング上げていくときは基本的にはもうできるだけ変えない方がいいですね。頭の位置を見ていただいても分かると思うんですけど、できるだけ変えない。
正面から見た時も左右にずれることなく重心も左右も極力変わらないイメージ。ただまあもちろんバックスイングちょっと上げてた時に左に乗ってるよりは体重計みたいなのを計測していくと基本的にはちょっとやっぱ右には少し乗るんですが、右に乗っていいと思うと乗りすぎちゃいますから、とにかく頭のポジションが変わらないようにして先ほど言った背中のターゲットに向けていくような感じで持ってくると重心というのは非常にいい位置に入りやすいですから、その感じでやっていただければいいかなと。だから上げていく時も感覚的には変わらずに上げて、後方から見た時も前後に行くわけでもなく上下に行くわけでもなく、頭の位置を変えなければバランスというのは非常にうまく、均等に真ん中でね持ってきて、いい上げ方、いいダウンスイングに結びつくのかなと思いますので、ぜひ試してみてください。皆さんこんにちは、谷正樹です。今回はですね、綺麗で理想的な、ダウンスイングの、やり方っていうのを説明していきたいと思います。で、まあ前回までの間でトップオブスイングの形というのは、やったと思うんですけれども、ダウンスイングは、これはトップオブスイングがどういうトップオブスイングになったかによって、まあ、実際問題ちょっと変わってはきます。で、何が言いたいかと言いますと、まあ、大きく取り上げられるのが、まあ、体重移動的な問題といわゆる回転の問題、この、重大な2問題があるわけですね。で、この2つの問題をどう、考えていくかということになってくるんですが、バックスイング上がっていった時に体重が思ったよりもこうアドレスしたポジションよりもちょっとこう右に乗せてしまった方、結果的に自分で乗せようとしたら当然ですけれども無意識のうちに右に乗ってしまう方って意外と多いです。で、そういう方はもう動画とか撮ってみていただいて確認するしかないんですが、右に乗っている方は絶対的に左に戻してあげないとダメです。これは今よく回転運動、回転をしても大丈夫大丈夫っていうのがありますけれども、正直右重心のまんまでこう回転をしていくともう完全に右サイドに残りすぎちゃうので、これ球アマチュアの人は飛ばないです。いくら手元出しても体から離れちゃうんでこれ飛ばないんですね。で、あくまでも回転運動をダウンスイングの時先にしている人っていうのは重心がインパクトに迎えられた時の最低な重心の位置を左サイドで迎えられているからその場で回転っていうのが成り立つわけですね。で、これを勘違いして右サイドで先に回転していっても正直、球はうまく当たらないはずです。まずはそのご自身の位置がどこにいるかっていうのを必ず確認を取ってからどういうダウンスイングにつなげていくのかっていうのを考えていかなきゃいけないかなと思います。で、まずは頭のポジションがずれなかった人、ずれなかった方っていうのはもう切り返す瞬間にはこれ絶対左に行けるんですね。もう左にほぼ行っているはずなので、もう感覚的にはその場で回転させる動作でも体重の移動はもう行われていますから大丈夫ってことです。ですので、その時には左に一度乗ってから左サイドのまんまで打つ人もいれば、左に乗って回転しながらちょっと戻しながらこうやって打つ人もいます。これはぶっちゃけた話、どっちでもいいと思います。すごく球を飛ばして、まあ、ちょっと小柄とかちょっと細身とか体重がない方で、体を目いっぱい使って方向とにかく方向よりも球を遠くに飛ばしたいっていうんでしたら、少し左のサイドから戻していった方がこれ球は確実に飛びます。ですが、ゴルフっていうのはパター以外の13本のクラブを長さもめちゃくちゃ違うわけですし形状も違います。これを、それぞれでバランスよく振っていかなきゃいけないっていうのを考えると、インパクトのポジションがあんまり右に残りすぎるとちょっと難しいクラブも出てくるかなと。例えば、フェアウェイウッドで、ちょっと左足下がりになっちゃった時とか、まあ、とにかくクラブが長めで、傾斜が、いつもと不慣れな傾斜になった時とかになると、そういう場合だとちょっと当たりがかなりこう確率が悪くなっていっちゃうなと。とにかくゴルフってやっぱ確率よくね当てていくっていうのがすごい重要だと思いますんで、極力右サイドに残りすぎるよりはちゃんとインパクトでしっかりと左サイドでインパクトを迎えられた方がいいかなと。
っていう、まず、その場からの状態ですね、まずは。でもう一つは、先ほどお伝えした右に乗せすぎていってしまった方、これは、もう方法としてはダウンスイングで体ごともう左に目いっぱいボールを体が追い抜くぐらい左に行かないとインパクトまで間に合わないです。もう味方が右サイドに乗った時点でボールのもう右半分をずっと見てるわけですよね。ですのでこっち側の世界は多分未知だと思うんです。左側からの世界が、これを左側の世界に一回突入してあげないと、これはもうずっとやってももう右サイドで、もう回転なんか特に先にしちゃうとずっと右サイドで打つことになるんで、まずは左に乗せていく練習をどんどんしていった方がいいかなと思います。で、まあ、できれば理想で言うと、今回のテーマである綺麗な理想的なスイングっていうのは頭のポジションが変わらないで、軸で言うとなんか一軸っぽい感じですよね。こう二軸というよりは一軸の状態の頭のポジションで上がってきて、そこから、ダウンスイングをしていくと。でこの時に、前回ご説明した通り背中がターゲットを向くこととフェースが変わらないように、コックを少しこう使っているということをテーマだったと思うんですけれども、この位置が極力位置関係が変わらないようにしてダウンスイングを、腰でね、左の腰とか左の足ですよね、左足でまずは踏み込むような感覚、もしくは右足で蹴り上げるような感覚、これは初め右足が難しかったらちょっと左からの方がやりやすいと思います。左サイドで踏み込む動きと回転させる動作ですよね、その動きをほぼ同時にやってってあげる と、この腰だけで動かすだけで、上半身は当然腰と肩のねじれの分だけ差がついてきて後でついてくるような感覚になると。言ってみれば腰が足腰が、まあ、電車で言ったら1号車、上半身が2号車、腕がそれについてくる3号車、そしてクラブが4号車みたいなイメージで、連鎖運動になっていくわけですね。これがアマチュアの方たちはほとんどの方が、クラブヘッドを先にこうやって動かそうと無意識でやっぱりしちゃっていますので、無意識でヘッドが先に動いちゃっている人はまずはクラブヘッドことをもう置いていって下から動かすきっかけ作りをまずしていってもらいたいなと。下半身ですね、下半身から動かしていくようなイメージにしていくといいかなと。でその時に、地面反力っていう言葉もありますけれど、ダウンスイングで左にこの踏み込む動作っていうのがいわゆる地面を押し付けている動作になってきます。移動させる動作は押し付ける動作と同じです。この動作から今度は左サイドを伸ばして蹴り上げてくるようなイメージ、それを右足も助長させるようなイメージ、これが先に右足から伸ばそうとするとダウンスイングの切り返しでどちらかというと体が起き上がる動きになっていってしまいますので、しっかりと左サイドにグッと乗せてくる感じを持たれた方がいいかなという感覚です。で感じとしてはその左、に体重を乗せてくるときに感覚としてはちょっと重心が少し高さが下がる感じ、ちょっとこう深くボールに近づくような感じになると思います。前傾の姿勢が感覚的にはちょっと深くなるような感じ、これは大いに結構です。むしろやっていただきたいぐらい。ボールに近づいて怖いと思うかもしれないけど上から下に落とす動作になってきますので、体的には体で引っ張ってくる動作というのは前傾が深くなってくる動きになると思いますので、これはやって結構。これが腰が前に出てって力を向こうに逃がしてしまうようなダウンスイングよりは下げていくような感じにした方がより次の動作インパクトからフォローにつながってくると思いますので、この下半身の使い方のイメージをやっていく。でこれは覚えていくときにクラブを持ちながらだと結構ねどうしてもクラブのことを振ることをメインになってしまって下半身がおろそかになりやすいので、僕は説明するときよくこうクラブを置いていただいて昔からよくボディドリルですよね、必ずこう体がどういう仕組みで動いていくとクラブが勝手に振れるんだろうっていう、もう
クラブありきで考えちゃうと大体小手先になっちゃうので、どうすればでっかくて鈍感な筋肉をいかにこう強く早く使ってくるかってことを中心に考えていく。細かくて器用な小手先でいくら早く振ってもいくら強く振っても球というのはやっぱ曲がりやすい、当たりづらいわけですよね。遠くに飛ばして安定させていくにはでっかくて強い筋肉をいかにこう鈍感な筋肉を早く使ってくるかっていうところがポイントになってくるわけです。でその時にクラブを持たずにやっていくと踏み込む動作、下にグッと踏み込む動作、そうやってそれを今度蹴り上げていく動作、それは基本的には下半身で前傾を変えずに腰の回転をしていくと非常に深く前傾が取れてきて正しいダウンスイングにつながってきて、インパクトまで非常にバランスのいいインパクトが取れるはずなので、ちょっとねダウンスイング少し難しいかもしれませんけれども、極力ね難しいと思った時はボールも打たない、クラブも持たない、まず体がどう動かしていくのかっていうのをしっかりやるときはやっていただければ必ず変わっていくと思います。中途半端に途中でコースとか入れたりとかやってるとどうしても球打つのが必死になりますから、なかなか変わりづらいので、やるときはもうビシッと集中してその動きを何が何でも覚えてるっていうね、覚悟を決めてやっていただくとよりいいダウンスイングを描けると思いますので、試してみてください。皆さんこんにちは、谷正樹です。今回は、綺麗で理想的なインパクトからフォロースルーに向けての、レッスンをしていきたいと思います。前回まででこのダウンスイングですね、ダウンスイングからインパクトのイメージというのは、お伝えしたと思うんですけれども、私が一番重要視しているポジションってどこかっていうと、やっぱインパクトなんですよね。で、このインパクトが正しいインパクトとか、力強いとか、方向性をこう正しく、持っていけそうなインパクトの形をしていなければ、いくらトップがかっこよくてもインパクトがずれてたりしてるとどうしても、ボールには力は伝わっていかないわけです。で、逆に言うとバックスイングとかトップとかフィニッシュが多少、ぎこちなくてもインパクトさえピッとこうやって立ってると結構上手な、選手になるわけですね。で、周りの方でもちょっとこう個性的な動きをしていても結構上手な方というのは、基本的にはインパクトが正しく迎えられているっていう方が多いと思います。で、そのインパクトのポジションなんですけれども、基本的にはダウンスイングで、前回お話ししたように、コッキングを作って適正な球の角度ができるわけですね。届かずに適正な角度ができると。で、その角度とプラス腰を回していく動きによって、上半身、腕っていうのがついてきて、適正なコックによって少しずつ遅れてハンドパース気味に腕でくるわけですよね。で、この時っていうのは腰の回転の量としてはご自身が回せられる、柔軟性、筋力によって変わってきますけれども、できるだけ、ベルトとかおへそがターゲット方向に向くぐらい回していけると最高ですね。で、最低でもやはり正面よりも45度ぐらいは腰が回転していることを心がけていただきたいなと。で、その時に、上半身をこう回してまで腰を回す、そういう動作も、ありますけれども、基本的には上半身というのはアマチュアの方とかはすごくやっぱこう開きやすくなっていっちゃうんで、できるだけ上半身は残した状態で腰がこう回転していくようなイメージにしてもらいたいなと。じゃあ腕は使わないのというと、これは正直、嘘で、溜まってきたこの角度がインパクトに向けて解く練習をしなきゃいけないわけですね。解く練習。
ちょうどハーフウェイダウンといって左腕の8時の状態ですね。この状態の時には約90度ぐらいの角度が保とオブショットというのができているわけです。で、この状態からインパクトまでの間でほどく練習をしていかなきゃダメです。これがキープしすぎちゃうと、手元が出すぎてしまうんで、球が上がんない、右に行くとか、非常にこう、力がこう効率よく伝わっていかないので、ほどく練習というのもしなきゃダメです。で、このほどいたイメージになった時に、インパクトが、ちょっとほどくタイミングが遅い方は、少しハンドファースト気味で、まあ、低めの、低弾道系の持ち球にもなりますし、逆にちょっと球を上げたい方は、このポジションから少しほどいていくイメージっていうのが必要になってくると。そうすると、手元が若干、ハンドファーストの量が少し少なくなってくる、ハンドレートっていうと大げさですけれども、インパクトで迎えられるかなと。で、球が少しロフト側を向いた分だけ上がっていくという流れなわけですね。これは、ご自身がどういう球種にしたいかによって、届くタイミングっていうのは、まあ、少し変わってくるかなというふうに思います。で、本来は、グリッププレッシャーが、力が抜けていると、溜められてきて、そこから今度はグリッププレッシャーが抜けていると、勝手に届く作業にはなるんですけれども、どうしても、球が飛ばないとか、安定しないという人たちは、届きが早いとか、キープしすぎている人たちが多いと思うので、そのインパクトまでのタイミング作りというためにも、このハーフウェイダウンぐらいからこうほどいて、インパクトまでを迎えてあげるような繰り返しこういう動作ですよね。腰の動きと溜まってきた角度をほどくっていう練習をなさった方が、上達が逆に早い。遠回りのようで、初心者みたいな感じの練習かもしれないけれど、インパクト前後のタイミング作りとしては、そういう練習っていうのをなさった方が効率はいいかなと。で、溜まってきた時の、ここちょっと要注意なんですが、溜まってきた時の角度で、溜めようとすると、左手の甲側にこう、すごく折りすぎてしまうと、初めのグリップが、多少ストロンググリップにしていないと、甲側に折れれば折れるほど、フェースはすごくこうやって開いていってしまいます。で、開いていくと、やっぱこう、捕まらないので、捕まえようとして、インパクトで返そうとする動作が強くなったりだとか、もしくは、早くこう、ほどこうとする作業になってしまいますので、これはまたちょっと変わってきますから、クラブフェースを極力、この、溜まってる時に、フェース面が開かないようにしていくイメージで、ためのイメージを作っていく感じですね。この感覚ができていると、力強く、ハンドファースト、若干ハンドファーストの感じで受けてきて、球が強くなってくるかな、というふうに思います。で、このインパクトの形が今度はできてくると、あとは、もう、リリースされていますから、この状態から、クラブヘッドを引き背の方向に出していくだけで、綺麗なフロースルーを作れるわけですね。大概のお茶の方たちが、ここから、自分の上半身ですね。上半身で自分でこう、フォロースルーを作ろうとすると、非常にこう、締まりのないフォロースルーに、なりやすくなってしまいますので、できるだけ、もうこのポジションでインパクトで腰が回って、すべての体のアングルはもうできてますから、この状態から腕を完全に伸ばしきるというというテーマを持ってくると非常にいいかな。で、あとはポイントとしては、上半身が開かないようにするとか、前傾の深さですよね。深さをキープさせるために、頭の位置をできるだけキープした状態でやれると非常にいいと思います。で、後方から見ると、腰を回していったときに、回し方が、間違えてしまうと、特に頭の位置が上がってしまうと、回すときに体が逆に伸び上がる動きをこう助長してしまうような感じになっちゃうんですね。頭の位置をキープ、もしくはもう本当上から押さえつけられてるぐらいのイメージで腰を回してくると前傾の角度がすごく深く取れてきやすくなりますので、空間ができてくると。そうすると手元もかなりこう低くなってきてシャローに打ててくるかなというところになります。意外とこの前傾の姿勢っていうのは結構重要。で、
そんな前傾プロじゃないしできないよというような方もしくと思うんですけど、いらっしゃると思うんですけど、そういう方はあらかじめアドレスでちょっと起こしましょうということなわけですね。はじめの綺麗で理想的なアドレスでお伝えしたと思うんですが、この時に深く構えているとキープするのが非常にきついわけですね。高い状態でスッと構えていると前傾をキープしやすくなってくるということも含めると、やはりアドレスの時というのはスッと構えてた方が正しいインパクトを作りやすくなってくるかなというふうになるんですね。で、このインパクトからフォローで伸ばした状態で止める、いわゆる僕がよく推奨しているハーフスイング系のイメージの練習というのは、どんなレベルの方にも非常に重要な練習法だと思いますので、まあ、目線をキープして手首、それから腰のターンっていうことを中心に考えて、やってくると、だん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 と、コツ、感覚をすごくつかめてきて、あ、なるほど、スイングってこうやってやると球飛ぶんだなと、シャフトってこうやって球回して、弾かせると球が飛ぶんだなっていうタイミングが分かってくると思いますので、ぜひね、ここら辺を参考にしていただければなというふうに思います。皆さんこんにちは、谷正樹です。今回は、綺麗で理想的なフォロースルーから、フィニッシュに向けての、レッスンをしていきたいと思います。フォローからフィニッシュ、このポジションというのは、僕の中では一番こう説明がこうすごくシンプルになってしまうんですけれども、正しい軌道で正しい動きで正しいフォロースルーまでができていれば、あとはフィニッシュはクラブが仕事をしてくれるというふうに僕は思っています。どういうことかと言いますと、例えば、インパクトまでの動作、まあ、前回までいろいろお話しましたけれど、インパクトまでの動作があり、そこからフォロースルー、リリースされていった動きがで、手を伸ばしてくる動作になりますね。でこの状態になった時からもうクラブヘッドが今度は先にどんどん動いていくんです。そこまではクラブヘッドというのは先に動くイメージは一切なく、一番電車で言ったら最後尾なわけです。一番最後に動いているところなんですね。つながってきているところ、足の1号車があって上半身2号車、手の3号車、があって、最後にクラブヘッドっていう4号車が最後にシャフトがしなりながらこうついてくる感じなわけですね。でそこからフォロースルー出してからは、今度はクラブヘッドがそのスピードに乗ってどんどんこう動いていく、これが、クラブでよく言う走るっていう動作ですね。クラブヘッドが走る、この走らせる動きは自分で走らせるわけではなくて、グリップのプレッシャーが抜けていると、先ほどやっていったこうリリースされていった動きによって勝手にクラブヘッドが動いていくわけですね。でこのクラブヘッドの動きにつられて、今度腕がどん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 こう上がっていく感じになるわけです。でそうすると、ある一定の地点で目線がちゃんと残っていると、顎に、右肩と顎がこう当たるんですね。右肩がこう顎に当たってくる感じって言った方がいいですかね。でこの当たった状態からそのまま腕がどん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 上がっていくと、そのまま肩が頭をこう上げてきてくれるようなイメージになると、スイング的にはスムーズな綺麗なフィニッシュが描けるかなと。後方から見た場合、インパクトしてクラブヘッドが抜けていく、そこからクラブヘッドがリードしていって、そのまま顎が右肩に当たる、その勢いで頭が一緒に上がっていってフィニッシュまで持っていくと、非常にスムーズで、なんかフィニッシュをすごい作ろうと思わなくても、グリップエッシャーが抜けてクラブヘッドに仕事をさせると勝手にこうフィニッシュまで行く感じになるんですよね。でそのぐらいまでグリップのプレッシャーを、その感覚が得れるまでグリップのプレッシャーを抜いてクラブに仕事をさせていってあげた方がいいかなと。で終わった時に、まあ
ご自身の柔軟性とか体力によってその目線を残す時間っていうのは変わってくると思います。柔軟性がある方とかですとフォロースルーでできるだけ目線を残してくるとより前傾のアングルが深く取ってくる感じになるんで、なんかこうくの字が強いフィニッシュみたいな感じにもなりますし、フォロースルーのところで柔軟性がちょっと硬い方、辛い方は少し起きる時間を早くすると少しこう I字っぽいフィニッシュになり、アルファベットで言うと I 字ですよねのフィニッシュっぽい感じになりますし、ここら辺は正直な話、柔軟性によって変わってくるかなと。で正面から見た時のこうなんていうんだろうな、こう C の字っぽい感じとか I の字っぽい感じっていうのもこれもあるんですが、これも目線が残ってる時間が長くて長ければ長いほどちょっとこう反れてきて逆 C っぽい感じになりますし、ちょっと辛い方、ご年配とか柔軟性のない方はフォロースルー、ここまではしっかり頑張って前傾を取る感じにして頭残していきますけれども、ここからクラブヘッドにつられてちょっと起こしてくるようにすればだいぶ楽になります。ただ飛距離を出すためのエンジン、いわゆる下半身とか腰の動きというのは、いわゆる牛このももの、ね、こうハムストリングだとかこう電筋とかを使っていわゆる大きい筋肉を使って一番強い力を使って瞬発的こうスピードを上げながらかつ力を入れていくっていう感じになってくるので、感覚としてはインパクトからフォローに向けて少し目線を残して反る時間が長ければ長いほどもうハムストリングとか後ろの電筋っていうのはより使えてくる。だから振り終えた後に結構ここはギュッとこう締まってくる感じになるんですね。その感じを、力強くこう活かしたいんだったら無理ない範囲で頭を残してフォロースルーを粘っていった方が、よりこう力強くてスムーズな、スイングになっていくかなというふうに思います。ですので、まあ、ここら辺は最後はもうこう惰性ですね。フィニッシュは惰性で作ってくると、そこをまあどういうふうに最後こうちょっと少し途中で止める感じにするのか、それともちょっとこうパーンと巻きつける感じにするのか、これはもう最後のもう本当なんだろうな、磨きというかもう最後もうそれぞれの好きなところに持っていけばいいかなというふうに思います。とにかくフォロースルーのこの途中までのこの段階、フォローからフィニッシュにかけてのギリギリのところまではクラブが仕事をしてくれるので、クラブに任せましょうということです。以上、参考にしてみてください。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。